良い子のお友達、おぎん先生の作って遊び倒そうのコーナーだよ。今日画面の前のお友達と作るのはこのポテトチップスの空箱を使った空気鉄砲だよ。それじゃあ早速みんなも作ってみようね。まずはこの空箱の底に丸い穴を作るよ。カッターを使うときは十分指を切らないように気をつけてね。穴が開いたらハサミで残りを切るよ。反対側の蓋にも同じように穴を開ける。これもちょっと穴が開いたらハサミで残りを切るよ。向こう側が見えるかな。次に風船を一つ用意します。空気を入れずに先っぽを縛るよ。縛れたら風船の先っちょをハサミで切る。ハサミで切れたらこれをここにかぶせる。かぶせたら取れないようにここをテープで留めるよ。よし、これで完成。どうやって遊ぶかっていうと、ここを持って引っ張るとここから空気の玉が飛び出すってわけ。本当にこんなのが鉄砲なのって思ってるでしょ。それじゃあこのムスカ大佐で実験してみよう。私はムスカ大佐だ。行くぞ。その大砲で私と勝負するかね。全然。あれどこ？空気いってんのかなこれ。ああ、ちょっと動いた、ちょっと動いた。私をあまり怒らせない方がいいぞ。ダメだ。難しい。意外と難しいぞこれ。3分間待ってやる。おう、ちょっと動いた。おう。お静かに。一発じゃ倒れないぞこれ。どこへ行こうというのかね。おう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 、いいぞこれ。意外と狙いが定まらない。お静かに。何をする。まあ、ムスカ大佐はさ、意外とこれ重たいからね、重さがあるからなかなか倒すのに時間がかかるけど、これあのトイレットペーパーとかの芯でやるともっと簡単に倒せるかもね。何をする。目がはい、というわけで今回は空気鉄砲を作ってみたよ。小学校の友達は多分自分でできると思うけど、幼稚園保育園のお友達はお家の人と一緒にやってね。それじゃまた遊ぼうね。動画を見てくれてありがとう。こんな感じでくだらないことしてるから、よかったら他の動画も見てね。で、面白いなって思ったらチャンネル登録もよろしく。 Twitter とかもやってるから別にフォローしてくれてもいいんだからね。それじゃ、またね。